はい、こんにちは、ともです。今日は最近気になってるお花、こちらにあるルドベキアっていうお花を紹介していきたいと思っています。はい、こういう黄色いお花なんですね。暑さに強くて秋まで咲くっていうことと、結構バリエーションが豊富で多年草タイプもあるっていうことで最近ちょっと気になりますので、このルドベキアを今日は紹介していきたいと思います。はい、今日の動画なんですが、今日ルドベキアいくつか買ってきてあるので、買ってきた品種の紹介だとか簡単な育て方とか僕が気になっているポイントを紹介していきたいと思います。その後にお花を買ってきて植えるならリーフと一緒に植えようかなとか、リーフと一緒に植えるなら寄せ植えにしたいなっていういつものパターンで、また結構リーフとか寄せ植えにするための植木鉢とかも買ってきたので、動画の後半ではルドベキアを主役にした寄せ植えを作っていきたいと思いますので、よければ最後までご覧ください。それでは早速やっていきたいと思います。はい、ということでルドベキアというお花の紹介なんですけど、冒頭でも少し話したんですが、一年草タイプとか多年草タイプとか、大きくなるものとか花が小さくてたくさん咲くタイプとか、いろんな系統があるんですね。ですので自分の気に入ったお花を選べるっていうことと、まあ、一年草タイプだと200円ぐらいで安く売られてますし、多年草タイプだと暑さにも寒さにも強いっていうことで長く楽しめていいなって思います。僕が買ってきた品種なんですが、まずこちらですね。割と小型で花がたくさん咲くタイプなんですけど、ルドベキアトトゴールドっていう名前のお花になります。このお花の中心の部分がブラウンになるんですが、花びらの途中から色が変わっているタイプもあって、こちらはゴールドということで綺麗な黄色いお花が咲いてくれるタイプです。6月から11月まで咲くっていうことで、こちらは一年草タイプになりますので、まあ、冬になったら枯れてしまうということなんですけど、ひまわりっぽくて夏らしくて可愛いなと思って一つ買ってきました。はい、続いてこちらですね。こちらは先ほどのトトゴールドよりも背が高いですね。お花も一輪一輪が大きいんですけど、こちらはルドベキアアマリロゴールドっていう名前のルドベキアです。こちら中心がブラウンじゃなくてちょっとグリーンっぽいっていうか、そういう色合いになってます。茎もしっかりしててまっすぐ上に伸びていくっていう感じで、こちらも秋まで咲くっていうことと、性質としては1・2年草っていうことで、まあ、ほぼ1年草というか、まあ、寿命が短い多年草っていうのかな、そういうタイプだそうです。草丈は最高60センチ、まあ、多分鉢植えなんでそんな大きくならないと思うんですけど、30センチから60センチっていうことで、最初に紹介したトトゴールドよりも大きくなるみたいです。こういうシンプルな黄色いお花もひまわりっぽくて夏の雰囲気があってとてもいいなと思うんですけど、こちらですね、もうすでに鉢植えに植えてあるんですけど、ルドベキアアーバンサファリフォレストグリーンということで、こういう緑がかったお花が咲くタイプのルドベキアですね。こちらはまだお花が咲いてないんですけど、すでにつぼみが3箇所ぐらいあるのでこれから咲いてくれると思います。こちらは多年草タイプっていうことで、草丈は 40〜50センチ、初夏から秋まで咲くっていうことで、プルーブミナーズの苗になります。こちら耐寒性がマイナス15度ということで、ほとんどの日本の地域で育てられるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ルドベキア全体的に言えるのが暑さに強くて成長が割とゆっくりで、そんなに肥料も必要としないっていうことで、まあ、手間がかからなくて多年草タイプだと庭に植えっぱなしで育てられていいんじゃないかなっていうふうに思います。特にこのフォレストグリーンっていうこの色が素敵だなと思ってこちらを買ってきました。その他アーバンサファリの色違いもありますし、本当品種がいろいろあって、ワインレッドの色だったりとか八重咲きのものだったりとか、形状とか色が様々ですので、植栽に合わせて選ぶことができるので、とってもおすすめだと思います。よく似た多年草タイプのキク科のお花っていうことで、エキナセアっていうハーブの仲間があると思うんですけど、そちらもとても最近人気が出てきたお花だと思うんですけど、それよりもお花が目立つっていうことと、ルドベキアの方は小さいお花がたくさん咲くとか、大輪なものとか八重咲きのものとかニュアンスカラーだったりとか、よりバリエーションが楽しめるのがルドベキアかなっていうふうに思います。はい、以上が僕が買ってきたルドベキアなんですけど、ちょっとおまけということでこちらのお花も紹介したいと思います。こちらのお花はルドベキアじゃないんですけど、ガイラルディアっていうお花ですね。ガイラルディアスピントップイエロータッチっていうことで、本当に色が素敵で赤っぽいオレンジで縁が黄色っぽくなるっていう感じで、花びらの形も変わっていて素敵なお花だなと思って買ってきました。こちらのお花も性質がルドベキアによく似てるなと思ったのが、
マイナス20度まで耐寒性がすごく高いっていうことと、春から初冬より長く咲いてくれるっていうことですね。あとブーケみたいにまとまりやすいってことで、ルドベキアはどっちかっていうと野生っぽくて上に上に伸びていく感じなんですけど、こちらのガイラルディアはよりこんもり育ってくれるのかなと思います。ガイラルディアって種から育てるお花のイメージがあるんですけど、普通の一般的なガイラルディアとはちょっと違っていて、こんもりまとまって、まあ、多年草で育てやすくなってるってことで、こちら、値段が657円で結構高いんですけど、多年草ですし開花期も長くて暑さにも寒さにも強い、キク科のお花っていうことで、ある意味マーガレットとかよりもパフォーマンスがいいんじゃないかと思って買ってきました。パックさんのインスタグラムを見てみたら、こちら他の色も今品種改良してるってことで、また人気が出てきたら他の色も開発されていくんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ということで、ここからはルドベキアを主役にした寄せ植えを作っていきたいと思います。こちらのアーバンサファリとガイラルディアの方は単色植えにしようと思っていますので、こちらは他の植木鉢に植えていくっていうことで、寄せ植えに使うお花をまず紹介したいと思います。主役のルドベキアは先ほど紹介したアマリロゴールド、こちらの背が高くて大きいお花が咲くタイプと、こちらのトトゴールドっていうことで中心がブラウンで中型ぐらいのルドベキア、こちらの2つをメインにしようかと思っています。その他買ってきたお花ですと、はい、こちら皆さんご存知マリーゴールドを買ってきました。78円ということでとっても安かったんですけど、背が低いお花も欲しいなと思ったので、このマリーゴールドを選びました。この花びらが赤っぽい、ちょっと茶色っぽいブラウンチックな感じがこのルドベキアの黄色とちょっと合わせつつ変化もつけたいなと思って、こちらの色を選んできました。あともう一つのお花、メランポジウムですね。こちらは80円のお花ということで、このお花もルドベキアみたいに小さいひまわり型のお花が咲くキク科のお花なんですけど、こんもりドーム型に自然にまとまってくれますし、そんなに肥料が必要ないってことでとても管理が楽なので、今回は寄せ植えで使うんですけど、まあ、花壇とか鉢植えで育てるのにもとても簡単で手間もかからないお花だと思います。こちらのメランポジウムはルドベキアと同じ黄色で、花の形もよく似てるんですけど、大きさがすごく小さいっていうことで、花の大きさで変化をつけたいなと思って、こちらを選んでみました。はい、お花はこれで最後なんですけど、こちら黒の瀬戸っていう黒い、ペチュニアですね。このお花うちで挿してした、苗なんですけど、とてもまとまりが良くて株もコンパクトなので、寄せ植えに使いやすいなと思ってこちらを選んでみました。この黒がアクセントね、引き締まってくれるのでいいんじゃないかと思います。若干紫っぽい色なので、この黄色と反対色にもなりますので、寄せ植え全体のコントラストがつけれるかと思います。はい、続いてこちらテラスシリーズっていうことで、サントリーフラワーズさんのテラスメープルっていう緑化するためのこういうツル性のお花なんですね。ヒルガオカイポメア属っていうことで、こういうブラックリーフの紫がかったツル性の、結構葉っぱが大きいんですね。ヒルガオカっていう感じで朝顔みたいな形の葉っぱなんですけど、こういう大きめの葉っぱがツルで伸びていく、お花になります。こちらはカラーリーフとして使うっていうことで、ライムグリーンみたいな色もあるんですけど、僕はこのブロンズ色を買ってきました。先ほどのこのペチュニアの黒とも親和性があるなっていうのと、ルドベキアのこちらの中心のブラウンとも色が合わせられるっていうことで、このカラーリーフを選んでみました。はい、メインのお花は以上になりますので、これにちょっとうちにあるカラーリーフを少し足して寄せ植えを作っていきたいと思います。はい、では早速寄せ植えを作っていきたいと思います。まずこちらの鉢なんですが、イタリア製のテラコッタの鉢ということで、直径は24センチの鉢ですね。それでルドベキアが高さがあるので、鉢もバランスを見てある程度高さがある鉢にしました。鉢の高さは25センチですね。はい、鉢底石はもう入れてあるので、これに土を入れていきます。珍しく手袋をつけてやろうかと思います。100均の園芸用の手袋なんですけど、手が小さいので S サイズでぴったりって感じで、雨がすごくて土がびちゃびちゃなので、ちょっと手袋でやりたいと思います。まずある程度の高さまで土を入れていきます。土入れを忘れたので取ってきます。
昨日からずっと雨が降ってるんですけど、これから1週間ぐらい雨が続くっていうことで、ちょっと犬をケージに入れていくのがかわいそうだなと思って散歩に行けないから、ちょっと今日は話しておりますが、ちょっと足音が気になったらすいません。はい、こんな感じである程度の高さまで土を入れましたので、苗を配置していきたいと思います。背が高いものを奥の方にして、手前が背が低くなるように配置していきます。こんな感じで根がびっしりなので、あーっとこんな感じで根がびっしりなので、軽くちょっとうるさいな、こんな感じで根がびっしりなので軽くほぐしておきます。飼い主が一番うるさいという説があるかもしれないですね。向きは後で微調整するとして、こっちが手前として考えなきゃいけないので、難しいんですよね。これ自分が見て寄せ植え作るのはいいんですけど、反対側から苗を配置するのめちゃくちゃ難しいんですよね。こちらも根がびっしりなので軽くほぐしておきます。ほんと植え付けするときはこの根鉢がびちゃびちゃじゃない方がやりやすいですよね。ぐしゃぐしゃだと手がドロドロになっちゃうから、ほんといつまで雨が降るんだろうっていう感じなんですけど、はい、奥の方にルドベキア2つ配置して、はい、こちらのテラスシリーズ、このリーフが、このルドベキアの間に来るように配置していきます。一番奥に配置するんだけど、このルドベキアの間から出てくる感じね。これこんな感じ。このリーフを選んだ理由は、色がいいなと思ったのと、この結構リーフがでかいじゃないですか、サイズが。ルドベキアの大きい花と合わせられるかなっていうか、あ、リーフ食べてるダメ、もちゃん、夏っぽい寄せ植えにしたかったので大きい葉っぱのリーフを選んでみました。まあ、向きは後で微調整するので、続いてですね、どうしようかな、マリーゴールドとメランポジウムを手前の方に配置していきます。マリーゴールドもこんな感じで根がすごい詰まってますね。ちょっと土が少ないので足しますね。モルがずっとテラスの方をじっと外を見てて、結構テラスで遊ぶのが好きなんですけど、出してほしいと思ってると思うんですけど、ずっとテラスの方を見て出してくれという、出しても雨降ってるとまた戻ってくるんですよね。これはダメだって感じで、はい、マリーゴールドと続いて、メランポジウムですね。これもすごい根が張ってますね。マリーゴールドとかメランポジウムとか100円とか100円以下の安いノーブランドのお花はお店によって結構品質にばらつきがあるので、状態のいいものを選んで買うようにしてください。今植えてて思ったんだけど、テラスにもともとあったリーフも植えていくんですけど、ちょっとサイズがでかくて入るかな。こちらですね、ロータスブリムストーンっていう、めっちゃワッサワッサしていってるけど、もしかしたら夏にあんまり強くないのかなって気もしないでもないんですけど、こちらマメ科のリーフなんですけど、ビヨンビヨンって感じで、これも株分けができそう、株分けしてちょっと植えたいなと思ったのと、あとこちらヘデラですね、斑入りのヘデラですけど、これもちょっと株分けして植えていきたいと思いますが、多分株分けしたら後からでも追加できそうだから、ちょっとリーフは最後にしたいと思います。メランポジウムを手前に配置して、でこのセンターに、ここが正面なんですけど、センターにマリーゴールド、メランポジウムがこうやって横に並んでドドンって2つ並んでるとつまんないので、ちょっとずらします。ややメランポジウムが正面かなぐらい でマリーゴールドがちょっと後ろっていうか、こっち側に入ってるかなぐらいの位置にします。でここの隙間ですね、手袋してると手元が黒くて見づらいかもしれないんですけど、最後の隙間にこちらのペチュニアクロノセトを植えていきます。こちらは挿し手で増やしたお花ですね。リーフいらないんじゃないかっていう説が出てきてるけど、今回珍しくそんなに根鉢を崩さずとも入りましたね。こんな感じです。あ、リーフなくてもいいかな。ちょっと思いのほかこの全体的に統一感が出たので、リーフはちょっと本当アクセントというか、こんなでかいのをほじくってきたんですけど、ちょっと株分けして少ない量を足していく感じにしたいと思います。ちなみにモルさんは奥の扉を勝手に開けて寝室の方に行きました。多分ベッドで寝てると思います。はい、配置的にはこんな感じですね。ちょっと映ってるかな。正面がメランポジウム、斜め後ろにマリーゴールドと、
黒のセトですね。で奥にルドベキア2つ、その間にこのテラスシリーズっていうこのブラックのリーフを入れてあります。ではまずこちらの大きいロタスブリームストーンから株分けして植えたいけど、あ、これ株分けになってるかな、株先になってる気がする分けて なんか枝が裂けちゃった。あー土もこぼれるし、多分これはダメですね。ちょっと葉っぱを整理して、はい、こんだけ、取り分けました。背が高いから奥に植えたいけど一番奥だとつまんないんで、このテラスシリーズと同じで真ん中の方に配置しようかな。ちょっとこのリーフは根鉢を崩しちゃいます。脇役なのであくまで主役のルドベキアの根鉢はあまり崩したくないので、脇役にちょっとダイエットしてもらって、真正面っていうのは面白くないんですよね。ルドベキアを入れの、よし、 どんな感じですかね。ちょっと正面から見ないと分かんないけど、悪くないんじゃないかな、悪くない気がする。でこのメランポジウムとマリーゴールドが背が低くて、後ろのルドベキアと高低差がつきすぎてるんですよね。その間の高さが欲しいので、この枝をちょっとなじませていきたいんですけど、まあ後で微調整します。とりあえずリーフを入れました。それで下の方向にも動きを出したいので、ヘデラも植えていきます。ヘデラは僕がとても苦手とする植物でよく枯らしちゃうんですけど、こんな風に根鉢を崩していじめすぎることが原因だと思うんですが、マリーゴールドの横に入れていこうかな。向きはどうだろうか。よいしょ、向きはこういう風に流れていくリーフなので、外側に向けて配置したいと思うんですけど、あえて内側に向くように配置したいと思います。葉っぱを中心の方にも巡らせたいので、あえて向きを変えて、はい、こんな感じでヘデラを入れました。ちょっとマリーゴールド今かぶってますけど、後で調整したいと思います。はい、植物が全部入ったので、隙間に土を入れていきますが、ちょっと周りの土がひどいことになっているので一回掃除します。はい、では隙間に土を入れていきます。あ、モルが来ました。自分で出ていってるんですが、入ってこれないので扉を開けないと入ってこれないんですよ、この人。はい、どうぞ。寄せ植え作るときは焦らずゆっくり、慌てても言うことがないので。マリーゴールドのお花がポキッていきやすいんで気をつけてください。まず外側ぐるっと一周土を入れていきます。はい、土が入れ終わりました。ちょっと一回このトレイを掃除して、最後に枝をなじませていきたいと思います。はい、こんな感じで寄せ植えが完成しました。ロータスブリームストーンはこのお花の裏側とか前とかの隙間とかにいろいろ枝を伸ばして、ちょっとお花が隠れないように向きを揃えたのと、このテラスシリーズの黒いリーフを奥から手前に這わせて配置しました。こちらのヘデラもですね、このマリーゴールドとメランポジウムの背が低いお花と後ろの背が高いルドベキアとの間の高さが欲しかったので、こんな風にですね、真ん中に枝が来るように向きを工夫して植え付けました。元気な黄色の夏っぽい寄せ植えにできたんじゃないかなっていう風に思います。ルドベキアは成長が遅いので寄せ向きだなっていうのと、メランポジウムとかマリーゴールドが茂りすぎたらその都度ちょっとカットして調整してもらって、ルドベキアもお花が終わったら切ったらまた下から芽が生えてきますので、古くなったお花は早めに切ってもらえると秋まで開花してくれると思います。
はい、ということで、今日は僕が今気になっているルドベキアっていうお花の紹介と、ルドベキアを主役にした寄せ植えを作ってみました。こんな感じですね。ルドベキアのお花って花弁が黄色で真ん中が黒とかブラウンとかで、そのコントラストがすごいいいなと思って、それをヒントに黄色とちょっとダークリーフのコントラストを効かせた寄せ植えを作ってみました。秋まで長く楽しめると思いますので、よければ参考にしてみてください。この前は暑さに強い寄せ植えということで、ピンクをテーマカラーにした二鎮しその寄せ植えを作ってみたんですけど、そちらも今順調に花が咲いてます。寄せ植えのその後の成長が気になるよとか、こんだけぎゅうぎゅうに植えても大丈夫なのっていうコメントも結構あるので、今後寄せ植えの様子も発信していきたいと思っています。はい、このチャンネルはガーデニングに関する情報を発信していくチャンネルですので、よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、インスタもやってますので、動画説明欄からフォローしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。